皆さんこんにちは、チェリストの新倉ひとみです。そう、今回は、私のその音楽の軸の一つとなっているクレズマー音楽についてお話ししたいと思います。そのクレズマー音楽との出会いなんですけれども、もともとクラシックで室内楽を組んでいた仲間が、今夜僕のライブがあるから聴きにおいでよというふうに誘ってくれて、でん？クラシックの人がライブっていうのですごくこう最初はびっくりして、私自身がそのクラシックの、世界でも小さい時からずっと育ってきているので、なかなかそのライブを聴きに行くっていうことが、まあ、なかなかなかったんですよ。それでクレズマーのそのライブを聴きに行くことになって、クレズマーってなんだろう、本当に名前も分かんなくて何のこっちゃと思って行ったんですけれども、まあ、そこの会場がカフェバーで、みんなこう立っててお酒を持ってちょっとこう踊りながら聴くような会場だったんですね。で、もうそのでしかも私、日本だと割と身長高い方だと思ってるんですけど、本当にもう私よりもずっと大きい人たちの中にこうまみれてこうかき分けて前の方に行くみたいな、そういう会場に初めて行って、でさ、いざじゃあ音楽が始まりましたってなった時に、すごくこうポップなバンドではあるんですけれども、リズムが元気で踊りたくなるリズムなんだけれども、なんか寂しいみたい なんかそういう音楽に触れたのが初めてだったんですが、あ、これはもう私が大好きな音楽だなっていうふうにこう思って、そこからどんどんこう興味が湧いて、自分自身もこう弾いてみたいなって思うようになったら、ひとみも一緒に弾いてみようよってそのバンドで誘ってくれて、それからもうかれこれ6年くらい弾いてるバンド、それが、カエベバラガ。そこのメンバーがそのクレズマーのルーツを現在こうリバイバリストとしてこの世にこう復活させている方たち その音楽祭に行っていたりとか、すごくちゃんと学んでいるメンバーがいたりして、でそういうのもきっかけで私自身もその日本で行われているワークショップだとか、そのまたそこのワークショップで出会ったクレズマーを弾く方々と そのコラボレーションだとか、スイスでのハイベバラガンが日本に来てくれることで、クラシックと、クレズマーはそれぞれこうなんていうのかな、ちゃんと紹介できるように、したいな、愛情を持ってその音楽を極めている方たちにリスペクトを持って、私自身も知っていけたらいいなと思っている音楽です。実はとっても曖昧なんですね。というのも、その時代が進むにつれて、そのクレズマーっていうものが指すものが変わってきたりしていて、3種類あると言っていいと思うんですけれども、まずはクレズマーっていうのがクレとゼメルっていう2つの単語からできています。クレっていうのは、容器を意味しますし、ゼメルっていうのは歌を意味しています。でそれを2つ合わせて歌の器ってことは楽器っていうことで、クレズマーはその楽器を意味するっていうふうにも言われていますし、そういう楽器を使って、冠婚葬祭大衆音楽を弾く演奏家っていう意味もあります。
今日ですね、そのいわゆるクラシック音楽とかジャズとか、もういろいろこう音楽がジャンル分けされているこの世の中で、クレズマーっていうジャンルがあるっていう言い方もされていて、だから一概に何とは言い切れないんですよね。私自身もクラシックのコンサートチェリストでリサイタルをさせていただいたり、オーケストラとソリストとして共演させていただいたり、室内楽をしたりっていう中でやってることいっぱいあるので、ソリストとかその言い切れない部分がありまして、自分で自分がこうですってよりかは、人がやっぱり自分を判断してこの人はこうだってなってるように、クレズマーもその時代とともに大陸を移動していったり、演奏できる場所が限られてしまったりとか、いろんなことを経て、今に至ってるということで、1970年以降、まあ、今もですね、リバイバル期にあたっていて、そのどういうものが昔されていたのかっていうことを今の時代にこう伝えていってくださっている方々が出始めているのが、今クレズマー音楽というのが曖昧で、その資料があまり残っていない理由の一つとしては、楽譜があんまり残ってないんですね。でクラシック音楽だとその楽譜が残って、まあ、ないものも消滅してしまったものもありますが、残っていて、その作曲家からの手紙がね、そこにこう残っているようなもので、そこを読み解いて自分なりに解釈をしてっていうところなんですが、クレズマ音楽においてはもう楽譜がないんですよ。ですからもう人から人にこう伝わっていくこう伝承音楽なので、私もこうなんとなく人が弾いてるのを聞いて、それをこう耳コピして自分も弾くようになってっていう、まあ、ところから始まったので、時代とともにその演奏される人とか場所が変わっていくように、こう音も少しずつこう変わっていったりもするんですね。はい、クレズマーがどんな音かっていうものをも紹介していきたいと思うんですが、二軍、それはヘブライ語で歌うっていう動詞なんですけれども、これは本当に大衆音楽として広まってきたもので、我々もクレズマーバンドとして舞台に上がってますけれども、クラシックもそうなんですけど、パフォーマーのためのものではなくって、みんなのための音楽だったんです。料理をしながらとか、洗濯をしながらとか、まあ、畑耕しながらだと もそうだと思うんですけど、いつどんな時でも口ずさめるメロディーで神様とつながれるっていう、まあ、曲。この二軍を演奏する時には本当に遠く会えない人がいてもこうつながれるような、まあ、そんな気分になる曲なんですね。今年の初めにそのクレズマ音楽のパイオニアの一人のマーク・コブナプツキーさんから、それこそ伝承していただいて、しっかりもう一回学んだ一曲ご紹介したいと思います。トロイック2軍。